では今週の特集です。今週は高知白バイ事件をご紹介して、はい、ここにね今ありますよね、はい、加害者は誰だと、警察、検察、裁判所だと、はい、で起訴事実がありますよね、はい、普通事件って、うん、民間人同士ですよね。多いのはそうかもしれないですね。殺人事件っていうと誰かが誰かを殺したっていうことですよね、はいはい、高知白バイ事件というのは、はい、事件は被害者が白バイの警察官っていう事件なんですよ、はい、なるほど。だから捜査機関が警察ですよね、はい、で被害者とされた人が警察官なんですよ。なるほど。もう仲間なわけです。構図としてね、構図としてすごいわけですよね、はい、なるほど、はいはい、ではこのね事件からちょっと紹介をしていきます、発生が2006年ですね、はいはい、2006年に高知県高知市で起きた事件というところで、その高知市で、白バイが、スクールバスと衝突をして、はい、そして白バイを運転していた巡査長が胸部大動脈破裂で亡くなったという事件というところですね。で、実際にそのスクールバスの運転手をされてた方が、業務上過失致死というところで刑に服されたという事件ですね、はいはい、じゃあまあどんな事件かという、はい、もうちょっと詳しくね、はいはい、扱っていきます、はい、でその当時、バスの運転手さん、スクールバスを運転してたバスの運転手さんも、実は乗車していたのが、スクールバスですから、中学生なんですね、はい、ちょっとあの都心というかね、その街中から離れたところで、あのスクールバスで皆さん登校しているというような、あの学校だったというところで、その乗っていたのはなので学生とか先生とかというところですね。そうですね、はい、その方たちに怪我はなかったということなんですね。動いているスクールバスと白バイがぶつかって、白バイの方が亡くなるほどの、まあ、衝突だったというところなんですけれども、そうするとスクールバスにはかなりのダメージがあったはずなんですけれども、実は運転手さんも、乗ってた学生も先生も怪我はなかった、はい、なんだりおかしいな話なんですけれども、なんだけれどもバスの運転手は業務上過失致死の疑いで現行犯逮捕されて、そして、その後、まあ、ですね、まあ、傷害で一旦この時多分生きてたんでしょうね。そうですね、その後亡くなられたんですね、致死に切り替えられたということで起訴されたというところですね。で運転手さんはずっと無罪を主張されていたという、はい、最初からですね、はい、なんですけれども禁錮1年4ヶ月という実刑判決が下ったというところですね。まあね、事件を単純に言うとね、はい、駐車場にいたわけですよ、はい、でこっちがバスだとすると、はい、バスが、右折しようと、はい、右折横断進入ですよね、国道に、はい、だからここに道路が走ってて、はいはいはい、こう曲がろうとしたんですよね、はい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 、まあ、こう見た方がいいのかな、こう道路が走っててこっからこう出て右折しようとしたところに、はいはい、こっち側から白バイが、突っ込んできてぶつかったと、はい、っていうことはこっちが悪いってことになるんですね。なので急発進して出てきたから、はいはい、白バイは避けれなかったのだということですよね。なるほど。だから、この出た人がはい、ちゃんと確認をしなかったっていう風なので、はい、業務上過失傷害で、うん、まあ、最後は致死ですけど、ね、そういう事件ですよね、はいはい、で国道に出ようとしてたわけですから、国道っていうのは普通それなりの広さがある、はいはい、で駐車場ですから、うん、見えるわけですよね。そうですね。で出てきているっていう状態を白バイが見えないわけはないわけですよね、はい、そうですね。で運転手さんだってスクールバスですから、はいはい、急発進するわけがないし、はい、まして白バイが右側に見えればやだなと思うのが普通運転手じゃないですか。そうですね。わあ警察白バイ行くの待とうって言って通しますよね、はいはい、でもそれでこう行って避けられないぐらいの急発進をしたというのがまあ主張なわけですよ、はい、じゃあ裁判はどうなったのかということですよね、はいはい、で、高知地裁で有罪となり禁錮1年4ヶ月というところで、10月に控訴審ですね、はい、高裁の控訴審の審理が開始されましたが、弁護側の証人証拠は却下、即日結審。これもすごいですよね。もういきなりですね、いきなりもう審理する必要ない、はい、十分だと裁判所は判断するわけですよ、
前回 の先週のね、やりました北陽クリニックでも弁護側の証拠がいきなり却下ってなりました、はい、まあでも4回やりましたから。あ、そう、なるほど。これ即日ですよ。即日。あ、なるほど、もっと早いですね、はいはい、で第一審で、十分な審議されたとして控訴棄却判決、だからもう二十何日間ですから、もうこの時点で判決は出てるわけですよね、はい、なるほど、っていうか頭の中で心証としては、はい、だから調べる必要もねえよ、うん、お前はもう有罪だよ、禁錮だよっていうスピード判決、スピード判決ですね、ですね、高裁もね、悪い意味でスピード判決ですよね、はいはい、そして2008年に最高裁で上告棄却となり判決が確定というので、かなり早いですね、早いですね、地裁からこのね最高裁決まるまでもね、はい、で服役して出てきまして、はい、再審をしたんですね、はい、2010年10月に高知地裁に再審請求をしました、はいはい、しかしながら2014年に再審請求が棄却され、18年に上告、今年ですね、上告が完全に棄却された、はい、今年ね、はい、ちょっと前ですよね、そうですね、で、冤罪の方程式を出しながら、はい、あれこっちじゃない、方程式の図ですね、はい、こですね、これを見ながら見てほしいんですけど、はいはい、じゃあ争点はどうだったのかっていう裁判ですけど、はい、要はブレーキ痕があるじゃないですか、はい、だって急発進したなら白バイは急ブレーキしますよね、うん、はい、そのブレーキ痕があるんですよ、写真に。スリップ痕ですかね、みたいなやつですね、滑ったっていうね、ところがそれが、はい、果たして本当にそれでできたものかどうかっていうのが疑わしいんですね。なんかこう道路に絵を描いたんじゃないかというような、ね、っていうね、はい、ドキュメンタリーみたいなのもできてましたけども、はい、できてましたね、果たして本当にそうなのか、はい、そのようにブレーキ痕をできるのか、うん、っていうことですよね、はい、それから高知県では白バイが高速道路で80キロぐらいとかスピードを出した、はい、その高速訓練というのが実はあったんだ、うん、それは国民じゃ住民が見てるわけです。そうですね、なんか住民の方たちもいつか事故が起きるんじゃないかと言ってヒヤヒヤしてたとかね、かなり不安に思ってたという話もあったというのがありましたね。でも警察がそんな訓練はありませんというふうに言うわけですよ、うん、警察が警察ですからね、ねえ、だって被害者が警察ですから自分のところですから、うん、まさかだってスピード違反の訓練が公道でやってますっていうのは言うわけないですよね。ね、じゃあ今ならね、はい、住民がねなんか撮っててねビャーってやるかもしれません、 SNS の時代ですから。そうです、ね、あれスピード違反じゃねえのかとかってやれば、はい、なんか科学的にやればスピード違反してるってのが出るかもしれませんけども、まあ、10年前ですから ねまだねちょっと時代がちょっと追いついてなかったかもしれない、ね、今の本当にありますよね、視聴者提供っていうのでね、報道各局よりも早く視聴者が撮っていたというのが、もう実際それを使って大手メディアが報道をするっていうぐらいの時代になってますけれども、当時はねまだそういうわけにいかなかったというので、はい、でこれは捏造した事実ですよね、うん、そうですね。で高速訓練の有無は有利な事実を、はい、隠してますよ ね、 隠されてますね。スピード違反して突っ込んできたならそっちが悪いですよ ね、 そうですね、ましておまわりさん、はい、白バイですから、はい、でこれでもうダブルでプラスマイナスで完全にできちゃいましたよね。しかもあれですよね、その住民の方たちがその行動で本当にスピードを出してて怖かったっていうような、そういう事実も隠されているし、隠されてる。それからそのスクールバスに乗っていた方たち、先生方も生徒さんたちも運転手さんも誰も怪我していないというような事実も隠されている。でさらにね、事故に関する証言で、はい、急発進したっていうとガーンとなりますよね。そうですよね、誰もそれを証言してないんですよ。静かに出ていたという証言なんですよ、はい、急発進したっていう証言は皆無なんですよ。である生徒さんとか、はい、まあ、先生はそうですけども、うん、証言していいですと言ったら却下なんですよ。採用されないんです、その証言出る人が。なるほど。だったらガーンってならないような急発進があるのかってことなんですよ、はい、そうじゃないとしたらゆっくり出てるわけです、うん、ゆっくり出てるとしたらこっちがスピード出てる、ね、こっちがスピード出してる、白バイ側がね、ゆっくりなら避けれるわけですよ。そうですよね、急発進でブワーンと出たから無理だった、うん、ブワーンと出たぐらいのスピードって多分、ね、弁護側時速何キロぐらいとかなんか実験してましたよ、はい、何キロになったらガーンと来るかみたいな、はいはい、同じ配置でたらやっぱり相当なスピードなんですよ、うん、そしたらその事故に合うようなスピードだと乗車してる人はバーンと来るはずなんです。そっちにも怪我人がいていいですよね。いていいです。だからその怪我人がないっていうのはいろんな意味があるわけですよ。ぶつかった衝撃もあるけどガーンっていうのもないし、はい、じゃあ全員が嘘ついたのかですよ。ガーンってあったのに嘘がなかったのか、
じゃあ今の警察の力からするならそれ追及すればガーンってありましたって言うじゃないですか。そうですね。でもないから誰も言わないし、うん、いや運転手さんは無罪だっていう署名が集まるぐらいなんですよ、うん、だって嫌ですよね。自分が乗ってたバスが普通に行ってて事故が起きて運転手さんが逮捕されてるんですよ、はい、でガーンと来たような来てませんって言うとそれが採用されない。もう勇気出して裁判にも出ますって言ったら却下、はい、だから証人とか証言が採用されないんですよ。おかしな話ですよ。でさすがに売る人もいないわけですよ。そうですよね。ガーンとありましたっていう人もいたら多分友達同士の中で、はい、だからそこの証言がないわけですよ。もう本当にこれですね、有利な事実は隠されたというところがね、はい、でこの方は自己立証能力は低くない、高いんですけども、はいはい、ただ被害者がもう警察で調べる人が警察で鑑定するのが警察でしょ。交通事故ですから。そうですね。あの鑑識っていうところ全部向こう側なんですよ。そうですね全部向こう側でそれを鑑定を再鑑定するのも向こう側の人でしょ。あれですね、あの冤罪のこれですね、全部が向こう、マスコミ以降が全部向こう、被害者も加害者もこちら側というところですね、はい、だからもうどうにもならない戦いなんです、はい、じゃあこれはまあこれまた推測になってしまうんですけれども、じゃあなんでこうなったのかというのは、はい、こうあるジャーナリストが言っていたことはこれなんですよ、はい、実は、保険金詐欺目的で、こちら、あこちらですかね、経緯があったの。このね、この地裁の判決の前でしたっけ、ここの間でしたっけ、あこの前ですね、に保険金詐欺目的で高知県の本部長が部下に命じて証拠を捏造し業務上過失致死罪をでっち上げた。だからもうこの前ですよね、裁判の前ですよ ね、 前にね、でっち上げるわけですよ。保険金、あそうだ、この前にあれがあるんですよね、す保険金を請求したのがありましたね、はい、そういえばね、警察があのこのバスの運転手に対して白バイ の、 あの方が亡くなったというので、あの保険金をちゃんと出しなさいというような、民事訴訟をされてるんですよね。だ自分の事故だと保険金ゼロじゃないですか、はい、自爆ですから、はい、そうですよね、まあ、あったとして、はい、業務上の正しい問題であれば、まあはい、階級が上がって、まあ、退職金ですよね、はい、でもスピード違反の事故だとしたら、はい、ゼロですよ。そうですね。でまさか白バイが、スピード違反をしてるってことは出せないし、それで事故をした中学生の車に突っ込んでいったっていうのはオープンにならない、はい、じゃあどうしたらいいかというと、はい、証拠を捏造しろと言って運転手が悪いようにしろっていうと、うん、これは事故ですから、はい、保険金が出るんですよ、ね、だから家族が遺族側は出せますよね、はい、そうですね、っていうので、で、はい、まあバスですから保険入ってますよね、うん、そうですね、学校ですから、はい、そうすると保険会社から払うんで、うん、要は遺族にお金を払うことができるわけですよ。もし自分の事故を認めれば退職金だけですよ、はいはい、それも自分 の、 あの過失ですから、うん、満額出るかどうかわからないですよ、はい、たらメンツもあるしお金もあるし、なるほど、で、でち上げたくて止まっていたスクールバスの運転手が前方不注意で急発進して白バイ隊を死亡させたという虚偽の事実を作り上げ1年4ヶ月に禁錮刑に処したんじゃないんですかっていうのが権力者の意図ですよ。立場的に一番弱いね、まあ、自己立証能力としてはないわけじゃないけれども、立場的には一番弱い人に結局スケープをしてて、弱い人というかだから起訴事実は、はい、バスとバイクがぶつかったでしょ、はい、弱い強いじゃなくてぶつかったでしょ、はい、じゃあどっちかが悪いわけですよね、過失、はいはい、じゃあ警察じゃなくてこっちだっていうだけなんですよ、うん、なるほど、でそれを捜査する人も鑑定する人も全部警察なんです。だから 100% 上の命令だったらやれ、やらないって言えば担当を変えるだけですよ。平気で担当を変えますからね要は上に上がりたい人でやらないと左遷するとでも何度でもできる縦社会ですから警察は。もうじゃあ完全にこれですね、これですね、もうこれですよ。でこれを自在にできるわけですよ、ここ、この加害者がこちらで、まあ、被害者もここなんだから全部ぐるみでできちゃうというできちゃう、その中に弁護士と本人がいいから、はい、
自己立証能力が高かろうが低かろうが関係ないんですよ。もう完全包囲網ですね。もう完全全部が向こう側の中で作られてやれば出てくることもないわけですよ、うん、そうですね。もうこれは例えメディアがいても太刀打ちできない。太刀打ちできないです。メディアがいくら書こうが国民が相当怒って内部告発がない限り、だから内部告発した人がもう生きていけないですよね今度はね。だから北海道県警で、うん、あの裏金作りを内部告発した人は生きていけないですよね。再就職もなければ何もないですよ、はい、全部警察が手回しますからね。あいつを取るぐらいならお前のなんかやるぞって言って本当に自殺に追い込むぐらいやるのは警察の手ですから。裏切ったやつっていう、なるほど、真実を出した人だけでも、はい、でそれを国民が守ろうという雰囲気になってないじゃないですか、うん、メディアがちゃんと記事を取り上げて原稿料払うとか、はい、本にして印税入るようにするとか講演会呼ぶとかそういうふうな社会にもなっていない、うん、っていう中で本当にやっぱりこれはいけないよって言って内部告発した人はもう経済的には相当惨めな、はい、それから OB 会にも行けないし、うん、もう友達も全部いなくなるっていう、うん、なるほど、警察関係はね、はい、っていう世界、下手したら子どもの就職も全部なくなりますよ。それぐらい何でもできるのが警察です。だからそこに囲まれたこの運転手さんと弁護側はもうそれでもすごい戦いをしたんですけども、はい、やっぱり太刀打ちできない、はい、そこまで組んでたら裁判所も、うん、まあ、あうんなんでしょうね、悲しいかな、それを認めてしまうっていうのが、まあ、この高知白バイ事件で、分かれば分かるほどこの、まあ、たかが1年4ヶ月でしょって言えばそれまでかもしれないけども、1年4ヶ月入るということと、この裁判費用とエネルギーと、はい、しかもいわゆる前科者になりますからね。なりますよね。だからそのご家族と全部を考えたら、なんで普通に運転して白バイが突っ込んできて俺が中に入るのよ。しかもね、住民からも生徒からも信頼の厚い、ね、熱い運転手さんで、いい運転手さんでね、はいはい、それがこうなる、それを何とも思わないのが権力者の意図であり、それについている人たち、はい、でそれを内部告発すれば自分が生きていけない、うん、でも言う人は出てこないかなっていうのが現実。そういう中で戦っているのが、はい、まあ、高知白バイ事件の方だし、多くの冤罪被害者の方はそうだし、うん、それを支援している弁護士の先生も中にはいる、はい、けど厚い壁に挟まれてるというかね、阻まれてできてないっていう現実なんですよね。本当にあの警察でももちろん検察でも裁判所でもマスコミでもあの一生懸命やってる方がね、いっぱいいますけど、ね、本当にそういう中であの一部にやはり腐敗したあの力でこういうものがでっち上げられてしまう、そして隠蔽されてしまうという事実、このことはやっぱり見逃せないなと思うし、そういうところに対してやはり、まあ、自浄作用も本当にあってほしいですし、そういう権力者を管理するかの監視するというような、ね、メディアの力というのもあってしかるべきだし、やはり私たち国民住民というところが、私たちはどんなものに守られてて、どんなものに逆に守られないで生きているのかというところをニュートラルに見ていくという観察していくという、そういう力をつける必要があるなというふうに本当にね思いますね。僕はある警察官が、ね、聞きましたね、はい、直接、はい、俺たちは何でもできんだ言っちゃった、言いますよ。だから転び工房っていうのもあるわけですよ、うん、目の前に立って、あ、転んで、いていていて、現行犯逮捕、この執行妨害って連れてきますよ。それが実績になったりとか、まあ実績っていうか、だから別件逮捕ですよ、ね、で脅しかけて、お前本当に行くんだぞっていうぐらいのこと、だから思ってるんですよ、俺たちは何でもできるんだぞっていうベースがあるんですよ。それを正しく使ってほしいんですよ、ね、そうですよね。それを弱い人間じゃなくて、はい、強い人間、悪いことに言える、例えば政治家で悪いことをしてる人いたらそこに使ってほしいし、そうですね、反社会的勢力の方がいたらそこに使ってほしい、はい、なんでこう市民に持ってくるんだ、うん、っていうことですよね。そういうことについては本当に大いなる怒りというのを持ってね、国民一人一人でやはり大きな声を発していくという必要性がありますよね、はい、この番組についてのご意見やご感想ございましたら、メールアドレス info@trueangle.net までぜひお寄せください。それでは皆さん、来週の日曜朝9時にこの番組でお会いしましょう。